改札口長戸市駅は、山口県長戸市東深川駅前にある、西日本旅客鉄道の駅である。事務官コードは80701。長戸市の代表駅であり、山陰本線の内松田駅畑瀬駅間では、数少ない有人駅かつ要衝となる駅である。山陰本線を所属線としており、ミネ線を加えた2線区が乗り入れる。また、 山陰本線については、仙崎駅方面への支線が分岐している。また、当駅が終点となる、三根線は、山陰本線、仙崎支線と直通運転を行い実質的に一体運用となっており、加えて、山陰本線は、大半の列車が当駅で、運行系統が分割されるなど、都合4方向の路線が当駅を発着することもあって、 北浦地区の三院線では、旗西駅に次いで大きな規模を持つ駅となっている。有人駅であり、駅構内には JR 西日本広島支社長戸鉄道部が設置され、三院本線、峰線を管轄している。二面四線のホームを持つ地上駅で、島式の2.3番乗り場のは、湖泉橋で連絡している。構内西側にはかつてターンテーブルが残されていた。 蒸気機関車の機関区があった名残として、運行終了後も40年以上残され、長戸が鉄道の町であった象徴とも言える存在であったが、東武鉄道が2017年夏から金川線で C11 系蒸気機関車の運行を開始するのに、伴って JR 西日本から東武鉄道へ譲渡され2016年6月に撤去、陸送され、下今市駅へと移設された。 運転系統の境界点のため、発着番線は列車によって変動する。1番乗り場は、マスダ方面と下関方面のみ発車が可能。2番乗り場は、下関方面と、仙崎方面、峰仙方面の3方向に発車が可能。3番乗り場は全方向への発車に対応する。そのため、マスダ方面と下関方面は主に1.3番、乗り場、峰仙方面と、 仙崎方面は主に2.3番乗り場で客扱いを行う。しかしあくまで目安であるため、駅刑事の時刻表や駅構内での案内放送による変更がある。仙崎支線専用となっていた0番乗り場には2010年3月12日まで朝の1本のみ発着があったが、翌13日以降は発着列車が一切なくなり、場内、 出発信号機の使用も停止されている。夜間大白設定駅である。1日の平均乗車時員は以下の通りである。駅前駅舎と駅前広場は北側に位置しているが、駅の南北は自由通路でつながっており、駅南側にも簡易な駅前広場がある。国道191号が駅南を通過し、区画整理も進んでいる。 駅前側駅南側いずれも駅前から発着。なお、傍聴交通の一部路線と2018年4月1日より、ブルーライン交通は駅南口を経由する。ありがとうございます。